週後半は秋雨前線が通過し、日本海側では激しい雨となりそうです。山口さん、この先のお天気は雨が強まりそうですか？はい、そうなんですよ、まあ、西日本東日本付近まで、ね、秋雨前線が降りてくるといった状況になります。でその様子、天気図ご覧ください、はい、まずこれが木曜日の朝の予想図です。この段階ではですね、低気圧が対馬付近にありまして、西日本東日本東西方向に前線が伸びております。で翌金曜日、この前線が西日本で少しずつ南下していくんですけれども、まあ、低気圧として、まあ、東北付近を通過して、まあ、東日本付近にもまだ前線が残る、こういった状況が金曜日も続く見込みです。でこれに伴います木曜日から金曜日にかけての雨なんですけれども、特に雨雲として発達する見込みなのがこの日本海側なんですね、はい、で木曜日の段階で東北や北陸ではすでに強い雨の降る可能性がありますし、まあ、太平洋側でも所々で雨足が強まります。で金曜日、金曜日に関しては低気圧本体の雲が東北地方を通過することで、まあ、より雨量がまとまっていく可能性があります、はい、まあ、東北や北陸を中心に、まあ、その他の西日本東日本についても雨の強まりに対して、まあ、要注意ということになりそうです。でこの前線が通過していった後、南に下がった後、空気が入れ替わりまして、温度の方も上がりにくくなっていくかと見られます。はい、わかりました。詳しい雨の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。